今回の映像作品はですね、映像クリエイターの方々が私にも思いもつかないようなですね、斬新な表現を取り入れられて成功したと思います。私も細かいところにいろいろ注文をつけたりしたんですが、それに誠実に対応してくださって、科学的な内容についても満足のいく出来になっていると思います。例えばですね、2015年にですね、日本 のニュートリノの研究に対してノーベル賞が与えられた、それを含む標準模型の説明についてもですね、その映像表現としても美しく楽しい、しかしそれをもう少し知ってる人はそこを詳しく見るとですね、そこにちゃんとした素粒子物理学としての意味があると、そういう内容になっています。今回の映像作品では、その内容というのは素粒子物理学のミクロな世界からマクロな宇宙の世界、その始まり、さらには自然界の最も基本的な法則として提案されている超弦理論の解説に至るまで、多岐にわたっています。それを30分に収めるために、内容を非常に整理して伝えなければいけませんでした。映像クリエイターの方々の非常な努力がありましたが、彼らの想像力によってですね、斬新な表現を取り入れた新しいタイプの作品になったと思います。今から400年前にガリレオ・ガリレイは宇宙に望遠鏡を向けて宇宙の扉を開きました。これによって科学革命が起きて、私たちは科学の力によって宇宙の姿を理解できるようになりました。宇宙の姿がどのようなものであって、そこの中で私たちがどのような位置にあるのかという、そのような問いを発する生物というのは、私たちが知る限りでは人間しかいません。今回の映像作品では、このような問いに現代科学の力でどこまで私たちの理解が進んでいるのか、そのようなことを伝える作品になっていると思います。現代の物理学の基礎となっているものというのは、ミクロな世界を理解する量子力学と、それからマクロな世界の重力を理解するための一般相対性理論です。しかし、この2つの理論は数学的に矛盾しているので、私たちはこのミクロな世界とマクロな世界両方を統一的に理解できるような理論をまだ持っていません。超弦理論というのは、このような理論の候補として提案されています。この理論はまだ仮説の段階であって、実験的にまた観測によって検証されたわけではありません。しかし、まだこの仮説のような段階にある、しかし発展途上にある、そういう理論も紹介することによって、自然界の最も基本的なところを理解しよう、最も究極を理解しようとしている科学者の努力の様子を見ていただきたいと思いました。